XG のファンでないというような、かなりあの侮辱するようなメッセージが、アカウントが、えっと、なんと、えっと、クローズということで、閉鎖に追い込まれる事態になりまして。はい guys, welcome back to m ーここにです。ビデオイターモーションデザイナーしているクリエイターです。ということで、昨日、XG の方がですね、えー、サイモンさんのアカウントから、リミテッドエディションのコミックブック、漫画が出たということで、そこのですね、内容が、ちょっと内容と、あと、なぜ、 こ,このアカウントから、そして、なぜというところで、プロデューサーがというところで、まあ、海外のファンの間で、まあ、ディベートが、いろいろ議論が上がっているんですけど、そしてですね、アカウントで、エクシーチャーツっていう、まあ、チャート周り、データ周りをやっているアカウントが、えっと、なんと、えっと、クローズということで、閉鎖に追い込まれる事態になりまして、かなり荒れましたと。でこのあ チャートを出しているアカウントが、まあ、すごく個人的なコメントを今回のこのグローバル、アーカイブ XC かな、の方に残して、そこでめっちゃ荒れちゃってっていうところで、これも 40, インプ40万インプレッションほどなんですけど、まあ、ここら辺でちょっと海外のね、英語のえとコメントとか XC の海外のファンダム、ちょっと追ってないと見てないとえ入ってこないようなところかなと思うんですけど、 と思いますとりあえずめっちゃ漫画がかっこいい件についてとりあえず置いといてやばいですね。セカンドミニアルバムこんな感じで。なんか日本のちょっと鬼滅感もあるし、マーベルも入ってて。で、このあのロゴが全部メンバーのパーソナリティ、人柄とかも現れてたりとか、全部バーせると XC のロゴになるっていうところで一人ずつの動画も上がりましたけれども、 で今回、まあ、何が起きたかというと、こちらなんですけど、まあ、サイモンさんのアカウントから出たっていう、これが出たっていうこと自体も結構議論されてたんですけど、サイモンはリビューテックシー i t e d ッ d エディション・コミックブック、トレ r シング・ n ストーリー・オブ・エ y シー。エ g シーの物語をト,ラトレーシングした、追ってるようなコミックブックが出たというところですね。で、この反応、これに対して、エキシーチャート、チャート周りをやってるアカウントが、 I understand that Simon is a producer of x g but why does he have to be in the comic for x g s next mini album? で、まあ、Simon がプロデューサーってのは知ってるけど、なんか、あの、Simon さんが x i のプロデューサーってのは知ってるけど、なぜ次のミニアルバムのコミックに Simon さんが出てこなければいけないのかっていう議論が、てか、コメントがあって、で、結構ちらほら、てか言ってる方これ言ってる方もいて、以前からま、Simon さんちょっとコンテンツに出てきすぎじゃないっていうところで、デシャバリすぎじゃないっていうところは結構向こうでね、海外ファンの間で言われて、 出て、まあ、私も含めて日本人ファンでもサイモンさんめっちゃ好きだしサイモンファンもいるぐらいだから全然いいんだけど出てきてちょっと日本と海外でサイモンさんプロデューサーが出てくる出てこないの周りのなんか温度感の差っていうのも結構あってディペコメントは Literally Worshiping Simon サイモンさんを拝んでる方が結構いるよねっていうコメントがあるんですけどここら辺でコミック XC コミックサイモンっていう感じで検索かけていただくと、えー、いろいろコメント出てくるんですけど I love the comic though, I really do, especially this one for their second mini album. で、この特に私コミック好きですし、セカンドミニアルバムのこの漫画も特に好きです。でも、But for me, the one n a m e Simon Ruined. で、これ、サイモンさんがいるってこと自体がすぐ台無しになってしまいましたって言ってるんだけど、なんか雰囲気的に、なんか日本のファンはあれだけど、もしみたいな、リスラーのファン刺職が まあ、プロデューサーがコンテンツに出てきたりとか、ニュージーンズに、のコンテンツに民ジンが出てくるような感じで撮られてるのかなと。多分、エクストラエクストラを見てないで、XC 沼って、 サイモンさんとエクシーの関係性とかほんと家族じゃんエクシのほぼメンバーぐらいの感じでお父さんじゃんっていうところでそこら辺のなんか感覚がない方にとってはすごくなんかコンテンツにサイモンさんがめっちゃ出てきちゃうのは嫌なのかなっていうのはなんとなくわかるんですけど皆さんはどう思いますかで、I need him check his ego.I need him check his ego and stop show up any extra stuff. で、彼のエゴの、エゴに関してもちょっと確認してほしいし、で、 XC のコンテンツに毎回出てくるのをやめてほしいと言ってます、この人。Man, you're not member. You're not members. メンバーじゃないでしょって言ったんです、XC の。You're just their CEO and producer.CEO であり、ただのプロデューサーでしょって、だからコンテンツに出てこなくていいよみたいなことを、えー、発信して、言ってる方結構見,ま見えまして、まあ、以前からも出てたことなんですけど、日本人のファンダムにはない。 意見見だだよねっていう見方だよねねっっっててて、いいうう方ところはあ XC chart is gone after getting constant hate for asking why someone is doing in the XC comic. Are people mentally okay? でこの XC chart、XC chart 周りをまとめて情報を出してくれているアカウントが封鎖に追い込まれたんですけど、閉鎖に。 で、このチャートがきいきなり封鎖されて、なん、なぜかっていうと、すっごいヘイトコメントが来たんですって。で、このアカウントがチャート周りをやっている、データに特化したアカウントであるはずなのに、なんでサイモンさんがミニアルバムのコミックに出てくるんでしょうかっていうコメントを残して、それに対してめっちゃヘイトコメントが来て、お前はサイモン嫌いなのか何なのか、ただのあの、チャートのアカウントならそんなコメント残す必要ないだろうみたいなヘイトコメントがめっちゃ来ちゃって封鎖したと。 で、で Are、people mentally okay もう人々のファンのメンタルは大丈夫なのかみたいな心書かれてますけど。 で、なぜ封鎖されたかっていうところでこちらが出てって、4G プレッシャーで、closed。ここ辺私も結構見てたし、XG の成績とかっていうのも見やすかったし、本当データ特化みたいな Spotify のストリーミング数とか。Hello, I'm XGCharts. I've made a decision to no longer continue with XGCharts. で、皆さんこんにちは XGCharts です。今回 XGCharts をこれ以上、まあ、運営しないという、まあ、封鎖する、閉鎖する決断をいたしましたと、I've received many hate messages just for asking Why the Simon is in XC で、先ほどご紹介したコメントですけど、XC チャット。なぜ XC のコミックにサイモンがいるのかというのをただ純粋に尋ねただけです。ものすごい量のヘイトコメント、アンチコメントを受け取りましたと、このアカウントが。で、インサルティングメッセージ telling me that I'm not a fan of XC for criticizing Simon。で、サイモンさんを、えー、批判するのであれば、お前は XC のファンでないというような、かなりあの侮辱するようなメッセージが たくさん寄せられましたと I've never criticized Simon 普通に純粋になんか、まあ、XG に関してすごいなと思うのはこれだけ海外ファンがめちゃくちゃいて海外のファンダムの規模も大きくて英語で 向こうでこうやって建設的な議論がなされていること自体めちゃくちゃすごいしガールズ秋元康系のグループとか日本のガールズグループって絶対起きないようなこのグローバルファンダムって本当世界的に愛されてるんだなっていうのも感じるし、うん、愛されてなきゃここまで議論も起きないし、いろんなコメントが出るのはすごく建設的な議論がされるのすごくいいことだと思うから。 そう、ただ今回に関して、まあ、こういったアカウントが閉鎖されちゃったのちょっと残念だけど。で、私は、I've never created さんをひ批判したことはないし、Since I started with XG Chart, the only purpose was to support XG. で、この XG Chart を始めて以来、まあ、唯一の目的は XG を応援することでしたと。で、I will continue to support XG from my personal account, the XG open in case you want to check out XG's achievements. で、引き続き XG は私の個人アカウントで応援していきますけど、 で、x ーチャートアカウントは、まあ、あの、 クローズ。閉鎖をされたけど残しておくので、まあ、今までの成績、達成したところを見たい方、チェックしたい方のために残しておきます。Thank you very much for your support. っていう書いてあるんですけど、まあ、こうやって議論がされて、で、その中で公式のね、こチャートのアカウントが残しちゃったってことで、そう。Simon was. The Simon Obsessed Us.The logo is fire though.The manga comic charter design issues.Better <laughs> p r marketing needed. まあ、これらで結構いろいろ今回のコミックで、サイモンにめちゃくちゃ Obsessed、中毒して アルファズとか、エクシーだけでいいじゃんみたいな言ってる人とか。で、ロゴ、ロゴはめっちゃかっこいいけどね。みたいロゴイズファイアー though。これコメントのまとめかなで、漫画コミック・キャラクターデザイン issues。で、漫画のコミック・キャラクター、ココナちゃんがのちょっとあの、角生えてるルと,と,とかどうなのって言ってる方いたけど、個人的にはめっちゃ鬼滅っぽくてかっこいいなと思ったけど、漫画コミック,キク・キャラクター、キャラデザー、キャラデザはどうなのみたいなの問題とか。で、PR とマーケティングのちょっと 構造改革必要だよね。PR マーケティングちょっと中のスタッフとか陣営ちょっとどうにかしてほしいよね。みたいなコメントもあったし。XGalax, ク l u で、ちょっとなんか、クルーレス。なんかい、なんか途方に暮れてる感じみたいな言われてるよね。XGalax.Excited for a u で、アルバム楽しみ。みたいな。<laughs> ここら辺でもう私やめます。みたいな言ってる方もいて。Alphas like.Alphas すごいいろんな意見が上がってるから、そう。かっこいいけどね。えっ、ー、と、あとはこちらで、ね。 Let's not overstate what he supposed supposedly accomplished with XG. It's pretty much over the top. The new comic Simon looks like the hero. I like his sidekicks all again. Because Simon Jacobs, is the content the new コ,コミック、サイ,モンックなんかサイモンさんがヒーローみたいな感じで描写されていて、で、XG の7人のメンバーがサイドキックみたいな感じで表現されている。o g a n e でハーレムですね。ハーレムコミック。で、サイモンのハーレムコミックのヒロインたちなのかみたいな感じで言われてますけど、やっぱこのサイモンさんがちょっと出てきすぎじゃないっていうところは言われてまして、そう。こちら。ちょっとコメントも拾ってきますね。He's the attention seeker. ちょっと注目されないんだろうねみたいな感じでも言われちゃってるけど。XC chart, focus about chart.XC chart がさっきコメントを残してあれちゃったのでフォー、チャートだけにフォーカスしなさいよって言ってんだけど。h o u s How, like this has that opinion of sun grows. で、サイモンさんが何で出てくるのかみたいなコメントを残してましたけど、このコメントですね。なぜこのコミックにサイモンさんが出てこなければいけないのかっていうコメント。私は全然ありだと思うんだけど。 家族だからね。そう。でもこういうチャートアカウントがこうやって意見するのって気持ち悪いわ。黙ってなさいよ。みたいな。無理まちょっと分かれてるけどね。意見はね。半々だけどね。So, what if Simon in the book? Why does that matter? まあ、本にこのコミックにサイモンが出てきたとて、なぜ,それ,なぜそれが問題なんのみたいな。Charts.Just do your job and rebrand your account, please. 確かに、ね。チャートでしょって。あの、仕事しなさいって。 チャートはチャートだけやってればいいからって言ってんだけど。そう。確かになんか普通に個人アカウントでこういう、この左上の、ね、コメント残せばよかったのかなと思って。すごい個人的な意見だし、サイモン下げにも、叩きにもなってるから、ちょっとチャートアカウントからこういうコメントが出るのはどうなのって。Dude, what an L take, drop a サイモンキー related ということで。このコメントちょっと lose take だよねって。 やめなさい。サイモンさんはどのコメントコンテンツにエクシ関連のコンテンツ出てきてもいいし出てくるべきですと。で、it's his brainchild and his heart project ということで彼のブレインチャイルドだし、もうハートプロジェクトもうめちゃくちゃ大事なプロジェクトだと。What the fuck is with some of you people? でサイモン叩きしてる人はもうなんかおかしいんであんたたちおかしいんじゃないのって。You don't even know that context. Not sure why he wouldn't be.

ちょっとアカウントあなたみたいな、えっと、アカウントチャートアカウントは、まあ、ちょっとニュートラルであるべきでしょアンバイアス。中立的な立場であるべきでしょう the are giving me headache <laughs> もうコメントを見るだけで頭痛いです。で、こら辺ちょっと荒れてますね。 あとは、ここら辺も。あと、Simon, please go away.Simon, please go away.Why do you want to steal seven girls' efforts?、まあ、ここら辺で結構サイモン詐欺のコメントもありますけど、サイモンさんどっか行ってくださいと。で、XC のセブン7人ガールたちの努力を盗もうとしてるのか、Why do you want to hurt them?Go away って言ってるけど。なんで彼女たちを傷つけようとするのか。そういうことでもないんだけどね。Go away って言われてますね。うん、コンテンツにいないでくださいって言われてますね。 こちらもそうですね。Simon, please go away.Simon さん、どっか行ってください。Why do you want to steal?Simon Jacobs.Hashtag、ね、つけて。これも This is Simon.Simon さんは、<laughs> これあの DNA で、ね、狼の DNA を持ってて、which gives him physical ability of, なんか狼の、えー、フィジカルアビリティ、能力を与える DNA を持ってるんだって。 They highly confident、すごく自信に満ち溢れて、They always worried and caring about って書いてあるんですけど、エクシー、のことに常に気をかけて心配してくれているっていう文章なんだけど、それを上から has a contempt、contempt、contemptible g n a which gives him physical ability of a low life、highly overconfident。 ここら辺でめっちゃディスられてますね。ちょっと自信に満ち溢れすぎているみたいな。XC のことじゃなくて自分のことばっか気にしてるっていうふうに書かれてるんですけど、ここら辺でちょっとディスられてて、そう、まあね、ちょっと出てきすぎっての前からコメントとしてあったけど、今回のあとアカウント、サイモンさんの方から出てきちゃって、 そう、だから公式のアカウントから出すべきなの。サイモンさんのアカウントから出てきててっていうところも議論になってて。サイモンさんはオオカミ DNA があって、オオカミの能力が使えるんだって。Highly intelligent. めちゃくちゃ有能で、あの頭が良くて。Always worried and caring about X.X のことをいつも心配しているっていうか、楽しみですね。ちょっとリード曲もどうなることやらいう楽しみ。もうすぐだね。11月8日だね。MV ももう一本出るんじゃないかと思ってます。以上です。バイバーイ。